どうも、としボーイズ岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。<laughs> どうも、としボーイズの林康宏です。よろしくお願いいたします。<laughs> はい。ということで、本日もとしみなてやってまいります。はい。参りましょう。ね、あの、こないだ、こないだというか前の回だったか前も、うん、その、前々回だったかわかんないですけど、うん、謎の水、水滴音が入ってるみたいな。あ そうそう。すごい話題になってましたけど。ポチョンな、んで、なんでしたいや、あれは本当にわかんない。覚えてないですよね。その編集で。うん、何なのかなって思って。編集でぽちょんと入ってたんですよ。でも何のぽちょんだろうと思ったんですけど、いや、入れちゃえと思って、なんか話題なんかかなと思ってやってみたら。的に。そうそうそう残したただその僕が入れたわけじゃなくて、もともと入ってました、音として。今日も、 知らないところで入ってるかもしれない。ですからね。いや、違う違う。そういうのを期待したわけじゃないし。あ、そういうことか。振りかなと思った。いや、違う違う違う。自然とね、そういうのやっぱ、やらせじゃなくやってきたよ。引っかかっちゃった。引っかかた。かかたね。いやね、あの、まあまあ、水滴の音はね、大したニュースじゃないですから、いいんですけれども。僕ね、ちょっとあの、う嬉しくて。うん。嬉しい。今日はね、嬉しいニュースなんですよ。何ですか、嬉しいニュースというのは。 ずっと期待してたものが日本に初上陸してくれたっていうねえなんだろうかいやもうこれずっと俺は海外にあるってのを聞いてて、うん、あるでまあこれがあれば手軽にスリルを楽しめるなっていうことで、うん、俺非常に期待してたんですよあれかなソフトバンクに入ったバティスタっていう助っ人外国人かな <laughs> 全然もうピンときてないんですけどそもですそもピンときてないかを残しててまさかあのバティスタがって思ったんですけどねバティスタが日本に来てくれてソフトバンクでそれスリルをくれるの2年間ぐらいやってくれましたけどあのね活躍したバッティングのフォームが変なんですよあの真正面向いてで体をよじらせて打つっていうちょっと日本人いやそれがね全部見えるっつって真正面向くことによって 頭を。そう、横向くよりも。そんな原始的な理論なんだ。だから、あのー、要は、またを、真正面ピッチャーの方に向けて打つんですよ。金だみたいなことうん、ちょっと違う。あれ横向いてるじゃないですか。うん、言うて。うん、あれを前に向けた感じです、ね。体完全にもっと。 だから、あれ股間当たったら、マジ危ねえぞって俺ずっと思ってたんですよ。そのスリルでしょもう今はやめましたけど。ああ、やっと繋がった、スリルに。ああ、違う違う。知らない、そいつ、そもそも。すいません。違いますよ。ですかやっぱね、人間ってスリルすごいね、求めてるところがあるから、確かにね。やっぱね、あの、乗り物で。乗り物こういうのを待ってたんですよ、みんな。全然わかんないな。知らないですか うん、じゃあちょっと教えましょうか、うん、何花屋敷のローラーコースターが日本についに来るんですよねなんとこれ最高時速 42km 出る、うん、遅え今なこんなスリルなかなか味わえないでしょ今となっては遅えもんいや <laughs> ー,ー,ー,ーでしょ <laughs> <ー>そういったこいやりますか、ね、いやまだ来てないですからいや来てないとかじゃねえだろうが あんなもん、もう、ロートルだぞ。ロートルロートルだぞ。最新映の。いつの話してんの今はもう、バックナンジャーでしょ。それ知らないし。何富士急何何ないバックナンジャーでしょ。違いますよ。えローラーコースター岡山の倉敷にある、バシューザンァイラントですよ。知らねえよ。バックナンジャーって言ったらバックですよ。バックで。前に進むんじゃなくて、後ろに進むっていう、バックナンジャー。まあ、あれもロートルだけども。それは知らなかったですけど。 あれ知らないですか知らないっていうか知ってるし、そんなもんはもうむちゃくちゃ前の話ですよ。あ、これね、うん、1953年の最新ニュースでしたわ。時間旅行すんな勝手に。これはね、ちょっと間違ってたわ。うん、ローラーコースター。うん、もうとっくに、日本最古のローラーコースターになりた。いや、そうでしょうよ。あんなむちゃくちゃボロいの、うん、おっせえし。<laughs> すごいね。うん、42キロが、 最新のスピードだったね。最高速だったんですよ、当時は。車でも遅えわ。すげえ遅い。って。うん。今、それが売りになってるらしいですけどね。ボルトよりちょい早いぐらいじゃん。そうそうそう。ボルトの方が早いと思う、まあね、これはこれで、乗ったことある人はね、あの、スリルは、ある意味楽しめるっていうのもありますけどね。これね、花屋敷、日本最古の遊園地って言われてますけど、もともと植物園でして。うん。 これね関東大震災の時に動物とかもいっぱい入れてた時期があったと動物園も兼ねてたとなんかそれは聞いたことあるそれで避難してきたのにみんな人間が人間がねそうそしたら入れるバススペースなくなっちゃって花屋敷自体避難所だったからそしたら動物邪魔だっつって殺したんですよえっそれが理由 それが理由 <laughs> なっ<ん>動物園なくなった理由っていうのはかそのリニューアルしたのは、うん、そ関東大震災が理由なんだけど動物殺したのが理由まあまあそれも入ってる<わ>だ動物がいっぱいそこで殺されちゃって、うん、それの慰霊碑みたいなのもちゃんと残ってるんだけど、うん、でそこからあのちょっとね不思議な現象が起こるみたいな、ね、ちょっと動物の例を見るとか。うんうん なんか、お化け屋敷に。動物の霊を見る。うん。なんか、あの、霊的現象みたいなのがよく出回るっていうのを、うん、後ろから、なんかちょっと視線感じるなと思って、ふと見たら、クジャクが羽を広げていたとかそういうこと、うん、まあまあ、そうそう。ちょっと薄い。薄いし、怖いでしょ。<laughs> いや、怖い。怖いよね。うん、怖い,い。虎とかがいたから、うん、そういうなんか猛獣の気配を感じるみたいなことはと思うんですけど。うん怖い怖い そこから来てんじゃないかと一時期有名だったんですよ結構花屋敷に霊的現象が起こるっていうのは知ってるそれの元をたどるとここから始まってんじゃないかっていう都市伝説がある都市伝説がまあ歴史なんですけどあるっていうねそんな最古のローラーコースターぜひね皆さんまだあるんでぜひ乗ってみてくださいいこれ「ボルト落ちる」っていう都市伝説もありますからえボルト っていうののあネジボルトえねじゃんそうそうボルトが走ってる最中に落ちたっていう都市伝説もあるんでちょっとある意味マジでやべえんじゃねえかって言われてるっていうね日本一危険かもしれないねだから怖いそうなんですよちょっとねあるうちに行ってみてくださいねじゃあ和習山のええ和習山の違います バックなんじゃね。いや、バックなンじゃなくて、スカイウォークの年僕は。いや、ちょっとどっちも知らな調べてください、スカイウォーク。あの、世界一怖いから。ワシューザンハイランドってまだやってんだよ、私。やってますよ。何言ってんすかあの、ブラジル。そうそうそう。そう。なんか、ブラジリアン。ブラジル感出して。ブラジリアンバーして、ワシューザンハイランド。はいうん。そっちもじゃあ、ぜひ。そう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 。岡山行った際には。ぜひぜひ。うん。すごい場所だ今日は何遊園地縛りで話してくるのはい。いやいや、無理だよ。俺無理だよ。すみません。 あのー、じゃあちょっと僕やっていきます「はい、教えて都市伝説」いねうん、はいあこれはですね僕らが今話したい都市伝説をカルト情報を紹介していくというような、えー、企画なんですけれども今回は何の話をするか、はい、まず一つ目二、うん、つ話すんですけれども、うん、ポルターガイスト現象,現象おおここにきて王道というかね、はい、そうなんですよ、あのー ららしいいらしいいいややつつじじゃゃなん、ね、都市伝説番組らしいやつじゃないですかいいポルターガイストというのはもともとポルターン騒がしいガイスト霊、うん、騒がしい霊という意味でポルターガイスト現象そのまんまなんですけれども、うん、誰も手を触れていない家具が動いたりどこからか不可解なノックオンがしたりするというような現象なんですけれども。うん まあまあ,あの、死者の霊が仕業であるとかね、うん、あの、いたずら好きの霊の仕業だとかってね、いろいろ言われたりするんですけれども、そうですね。うん。うん、一応、あの、他の解釈もあると。ほう。うん。解<釈>超心理学というものがありまして、その研究では、ポルスターガイスト現象というのは、うん、霊の仕業じゃなく、うん、超能力じゃねえかと。 あそっうそうそうそう、超能力じゃなくかと、うん、そうそうそう、超能力じゃねえかと、うんうん、だから、生きている人間が起こした能力じゃねえかと言ってると、じゃあ、例じゃねえんだ、うん、だから特定の人物を中心に起こる場合が多いんじゃないかというようなことを説明していると。 まあ同じ人がね、よくその、うん、家族とかもそうですね。女、あのー、の子とかね、よくなんか中心人物として挙げられているんですけれども、うん、要は、そのねさっき言ったように、女の子のような中心人物が無意識のうちに超能力を発揮して、ポルターガイスト現象を引き起こすということだと。うん、なるほど、うん。こういったことをです、ね、超心理学では、ですね繰り返し起こる無意識の超能力というのを、うんあのー、PK。 サイコキネシスと言うと。うん。うん。で、それをですね、RSPK、反応性偶発念力と呼ぶらしいんですね。おお<ー>、うん、もう、すごい、ややこしい。サイコキネシスを繰り返し起こす無意識の能力ですね。それが、え RSPK、反往復 反復、反復性偶発年力。<laughs> いいわ、いいわ。なんとなく分かったから。反復性偶発年力と呼ぶと。まあそういう研究を行っていると。なんで、まあ、ポルターガイスト現象が起こる過程には大抵思春期の少年少女がいると。まあその少年少女がですね、うん、精神的に不安定な状態にあると。でそこで強いストレスが加わると、この RSPK を起こしやすい状態となるということなんですね。そ、うん、れはまあ、確かにあの、うん、 ドラマとかでもねそういう場面ありますよね、うん、目覚めるときとかねそうなんですよ、うん、で一応ポルターガイソという言葉なんですけれども、うん、これ誰が作ったか、うん、15世紀にですね宗教改革者のマルティン・ルターが作り出した造語なんですねほううんルターっていうのはですね えー、この免罪符を乱発してた当時のローマ・カトリックに反発したということでまあちょっと、うんえー、知名度を上げたというのがまあ宗教家なんですけれども宗教家がつけてんだそうなんですよこのポルターガイスト現象というのはね、うん、でポルターゲイストガイえゲイ現象 <laughs> ポルターガイスト <laughs> ず,っずっと言おうか迷ってたけど最初からずっと言ってないよな、うん、ポルターガイスト現象ね <laughs> うん、うん、これはね あの、マルティン・ルターが生み出した造語、うん、ま、15世紀なんですけれども、15世紀から始まったわけではねえと。うん、これは、ポルターガイスト現象という、ま、呼べるケースっていうのは、紀元前から存在すると。うん、音や振動だけの地味なものから家具がひっくり返ったり飛んだりするような派手なものまで様々な記録が、これ、紀元前から残ってるんですね。で、ポルターガイストというようになってから注目され始めたと、また。 まあ名前がついてなかったらね、分、うん、かんないもんね、呼び名もないし。うん、でまあ、いろいろ、いろんなとこで起こってるんですけど、そういうのが今、ネットなんてありますけど、当時ないですから、うん、あんまり注目されなかったんですよ、うん、ただ、ものすごい派手なものに関しては、研究者たちがですね家まで行って調査するというものを行っていると、うんうん、だからあの、そういう調査によって、あれ、これ、ちょっと。 超能力でもねえしポルターガイスト現象でもなくないっていうのが判明したケースも少なくはないとどっちにも当てはまらなそうなってことねそうなんですよコロンパス事件これあ有名なんですけれども事件が起こったのは1984年334年前ですねアメリ生まれた年ですあっホだおめでとうございますいやおめでとうございますおめでとうございますおめでとういおめでとう岸本それが一番ニュースですよねそんな事件が 起きていたそうです。岸本さんが生まれた年に。うん。うん。アメリカのオハイオ州、コロンバスのレッシュ家という家でですね、うん、不可解な現象が発生するようになっていたと。うん。もう、すごいですよ。突然家具がひっくり返ると。あなたありますか住んでて家具がひっくり返ること。まあまあ、なんかね、うん。あれ狂った親父がとかやらない限りはないですよね。ないでしょう。うん、ここにはあれ狂った親父いないんです。じゃあもう、わかんないです。そうですよね。何な,んでなんのうん。楽屋 ガラスが割れたり、うん、物が勝手に飛ぶといったような現象が起こっていたとあれ狂った親父いないのにあれ狂った親父いないんです <laughs> なのに起きていたと、うん、まあまあ、うん、たまにある派手なパターンですねそうそう、うん で、まあ、うん、レッシュ家、レッシュっていう、まあ、名字なんですけれども、えー、その家にはですね、当時14歳のティナという幼女がいたと。うん。また女の子ですね。うん。うん。若い女の子。えー、そのティナという14歳の女の子は、落ち着きがなく精神的に不安定な性格だったと。うん。うん。要はちょっと うんおてんばだしだからあれですよね今の言葉で言うなんて言うんですかじゃじゃ馬じゃじゃ馬じゃねえなあれんメンヘラっつうんすかメンヘラの方に近いような感じちょっとヒステリックな感じそうそう急に暴れたりするようなまあ性格でまあ幼女なんですけれども引き取ってくれた親にも馴染めなかったとああすぐ 手首に傷つけちゃった。そこまではいかないけれども、まあよく暴れていたと。<う>で、まあ実の親を追い求めていたところがあったと。親のところに戻りたいという,う、うんうん、ところがあったと。この、うん、ある日ですね、ティナは親友と喧嘩して絶好してしまいます。うんうん、するとその日を境に、シュ家では怪現象が起こり始めます<う>、うん。このポルターガイスト現象が知られるようになると、シュ家には連日のように新聞や雑誌、テレビの取材陣が押しかけるようになったと。 要は、一目見てみたいと。その家具がひっくり返る、ガラスが割れるというような、まあ現象というのを、まあ見てみたいと。野獣魔根性で見たいですよ。その中で撮影されたのが、受話器が飛ぶ写真を撮られた有名な写真なんですね。その写真がこちら。ほら。受話器がポーンと飛んでますね。真ん中がティナちゃんです。結構、あの、昔の家っぽいですよね、アメリカのね。まあまあ。昔の映画で出てくる、 アメリカの家庭の家って感じ。<の>シザーハンズの家みたいな感じ。<laughs> シザーハンズから。わーわー。みたいな感じなんですまあ一応広いのは広いけど、なんかあんまごちゃついてないなシンプルな家で。まあまあ、あの、中央に女の子が座ってまして、ティナちゃんが座ってまして、受話器がポーンと飛んでて、ティナちゃんがびっくりみたいな写真があるんですけれども、まあ、それが撮られたと。うん。うん。で、 これでで話題なるんすね世界中に拡散されてこの写真というのが雑誌に載りましてでその噂を聞きつけた超心理学者もですね調査に訪れレッシュ家のケースはまさにこの RSPK 反復なんちゃらじゃないかっていうふうにストレスが原因やつだろうと判定したともう超心理学者もこれはあれだサイコキネシスだっつってティナちゃんが起こすこりゃすげえつって このコロンバス事件をめぐる報道はもう過熱する一方だったと。うん、そうね。うん、ティナちゃん <それ S 2> 超有名人。ね、うん、当時のセンセーショナルなニュースってことだよね、うん、ねそうです、そうです。で、そんな中、うん、調査のためにコロンバスを訪れたのが、ジェームズ・ランディ。うん、ランディは、列ュ家に立ち入りを拒絶されたため、ティナを撮影していたカメラマンから写真を見せてもらうことにしたと。うん。うん。 で、写真をですね、時系列に並べ替えたと。うん,うんうん。パシャシャシャって撮ってるんで。で、受話器のブレの角度や、ティナの行動を分析してみたと。ああはあはあ。うん、なるほど。まあ、レンズこ撮ってるんでね。<ー>えー、分析の結果は、単にティナが受話器を投げただけじゃねえかと。ああ、え、その物理的に、あの、うん、自分の手で。掴んで、うん、ポーンって放り投げて、うん、そのポーンと放り投げた,投げた後、ティナが、 って驚いてるのを写真撮って、うん、その1枚を拡散したから偉らいことになってるけど、うん、これ前の写真と繋げたら、ただただティナが掘り投げただけちゃうん、ね。あれだ、だ女子高生がツイッターとかであの、カメハメハ出して、うん、飛んでるみたいなやつをそうそう、あれ打ち合わせの場所は別に、 ね動画撮ってないでしょ撮ってないでしょうん。んなのはもうあの、クソですから。結果だけ見たら、あ、やってるっぽく見えるっていうやつじゃねえかと。そうなんですよ。疑われてる。これ、ジェームズ・ランディという方がですね、これを暴いたと。うわそうなんですよ。で、それは恥ずかしいぞ。ランディは、レッシュ家に出入りしていた、あの超心理学者の目撃談も分析したと。これは、 えー、RSPK だって言ってた、あのそもそもの、うん、そいつが信用たる人物だった、ね、そ,うそうそうそう、こんな掘り投げてんのも、心理学でいうと、うん、この RSPK 積つんだったら、これはちょっと話聞かんといかんぞとなりまして、この超心理学者の目撃談も分析したと、なんか対決みたいになってきた、ね、そうなんですよ、うん、すると、その超心理学者、なんと言ったか、うん、いや、私はあの実際に物が動き出す瞬間っていうのは、一度も見ていませんけどねって言い出したんですよ。 何それえええええそんなこと言ったんじゃないのお前。ランディめっちゃ切れます。いや、お前、一回も、お前、その、サイコキネシスを使ったところを、見とらんのに、お前、太鼓判を押して、RSPK って言うてしもたんって言うたんですよ。はい。みたいな。切れです、ランディ。なんじゃこいつってな学者としては、ちょっと、じゃダメでしょってなるよね。クソじゃん。 クソ、クソだよ。クソじゃんってなって。うん。で、あの、実はですね、コロンバス事件を報じていたマスコミも、チナのいたずらが原因であることを早くから見抜いていたんですって、話を聞くと。うえってなって。ゼングルじゃん。あ、あれいたずらっすよ。でもまあ面白いじゃないですか。ということで。エンタメ、エンタメ。そうなんですよ。ちょっとあなた、あの、シャレやボケがわからないんですかみね、ランディに言うぐらいの。 ええー、まあまあ、いたずら分かっていたと。マスコミからするとね。うん、実際ですね、ティナは、あの、報道陣の前でたびたびボロを出していたと。話を聞くと。うん。うん。ボロボロを出していたと。うん、まあ、これの、まあ、一例がですね、取材に来たテレビ局員は、ティナが足でテーブルを動かすところを目で見た。<laughs> 超検視的。<laughs> もうちょっとやり終わるだろう。う <laughs> っていうのも、実は、その裏取りが取れたと。 ランディは。うん、裏取りうん。要はその、足使ってたよ。足使ってましたよっていう裏取りを取れてしまったと。だって多分それ、証言。<laughs> まあ、もう、証言もですし、うん、ちゃんとカメラも撮れてますたし、証拠あるんだ。ポンって蹴ってるところも撮ってしまったと。うんうん、見てしまったと。うん、で、テーブルランプを手で投げた瞬間っていうのはですね、あるんですけれども、うん、テーブルランプがパーンと上に上がった、うんうん、瞬間っていうのがあると、それはビデオ撮影までされていると。動画であるんだ。動画で彼女が投げて、ハっっていところ。<laughs> や、それって、ってただ、放り投げた動画じゃん。<laughs> いや、放り投げ、 あとの動画しか流してない。<で><は>そこをうまくカットしてる、うん、そうなんです<ー>、うん。で、あの有名な写真を撮ったカメラマンですよ。受話器がね、ぴょんと飛んだ。あのカメラマンも、キナを見つめていると、現象が全く起こらないため、うん、あえて予想を向いてシャッターをしていた。うん、要は、あの、ずっと見てると、何もしないから、うんうんうん じゃっててかよそ見して <laughs> 要はチャン隙を見せるっていうね。うなんですうん、今だ、ポンってほう投げたっていう、要は隙、チャンスを与えていたと。<laughs> うんうん、で、まあまあ、しかしですね、当時の新聞の中には、そうしたいたずらの決定的瞬間までは、ポルターガイストの証拠だと報じるところがあったと。 ああちゃんと全部をうんそうなんですね当時の新聞ではね、うん、でまあコロンバス事件っていうのはマスコミがセンセーショナルに煽り立てたという側面があったため、うんえまあ、ティナちゃんっていうのが、まあ、ポルターガイストに悩まれされているみたいなのがもうすごい爆発的に上がってうん、うん、ポルターガイスト現象というものまでまあちょっとすごい人気というかセンセーショナルな一件、うんまあ このテーマとして、ねうん、なったというような話になったっていうことなんですよ、うん、ポルターガイスト現象、うん、でまあ嘘から始まってたけど、うん、まあその現象の人気は本物になってたってう、ね、そうそうそう,そう、うん、で一応原因が判明したポルターガイストの例というものがあるんですようん、うん、それが何例かありまして1716年イングランド アクスホルムという場所ですね、うん、ここでもですね、ポルターガイスト現象はただ起こったよだと、うん、ものすごい起こっていて困っていたと、うん、ちょっと調査しましょうって言ったら、そのポルターガイストを受けていた、あのー、牧師がいるんですけど、うん、ポルターガイスト現象に悩んでいた牧師がいたんですけど、うん、よく調べると、その牧師を追い出すための近隣住民の嫌がらせだったっなるほどね、はい。牧師が嫌われて嫌われてた。 何したんですそいつ。まあまあ。まあ、僕知って結構ね、あの、ジョージーいらうから。まあ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 。ジョージ触るから。まあ、そんなまんない。まあ、一部な。うん、一部ね。ええ。まただイングランド、サリー州、ストックトン。うん。うん。えあるですね。うん。え豪邸で。うん。すごいポルターガイスト起きたよっていうことがありまして。じゃあ行きましょうってなって行きました。結果、メイドのいたずら。うわ で、1906年、カナダです。ノバスコシア州ウィンザーという場所。うん。ハンジを騙すための住民のいたずら。ああ<ー>。これポルターガイスト現象と間違えた。いたずら系が多いな。そうなんです。いたずらばっかりなんですよ、これは。<ー>アホばっかりですわ。ほんまに。でもさ、完全にあれだよね。うん、その、誘発しちゃったんだよね。そうなんです。 現象がムーブメントになっそうそうそう、私も、私もとなったと。<ー>うん、そうなんですよ。もう、ひどいのもある、本当に。うん、1977年、イングランド、うん、エンフィールドという場所ですね。うん、ものすごいある一家で、うんえー、すごいポルターガイスト現象が起きるよってなって、見に行ったら13歳と11歳の少女がいたずらしてるのか動画で撮れたっていうね。うんうん めちゃくちゃホームビデオじゃん、それ。まあまあ、ホームビデオ。ねえ。うん。それ、まあ、有名だけどね、エンフィールドね。そうそう。で、スーッと見ていくと、あのね、全部、13歳とか10歳とかの幼女とか、女の子のいたずらが多い。でちょっと物心ついて、まあ、ある程度、その、いたずら心が芽生えた頃なんじゃねえのっていうふうに思ってよね。まあ、その、両親に、ちょっとね、 あの、ストレスを感じていてたとか、うん、あと、両親に取り合ってほしいとかね。まあ、いろいろな。溜まってほしい、ね。溜、うん、まってほしいとか、まあ、いろいろなものが、うん、えー、原因となって、引き金となっていて、こういうポルターガイスト現象を、ある女の子たちが起こしていたというのね。うん、兄弟とか姉妹多いイメージもあるから。まあまあね。ねそういうのもあるんでんね。まあ、エンフィールド事件はね、さっき言ったように、ものすごい有名な事件ですけれども、うん、一応、まあ、13歳、11歳の女の子が私いたずらしましたなんていうのを、えー、記者に言ったっていう証言も、うん まあ本当かどうかわかりませんけど、あるんで、まあ、いたずらなんですけど、うんで、中でもですけれども、未解決なケースもあるんですね、うんえー、これはがれ、うん、誰が調べても何のこっちゃわからないっていう、うんうん、1967年、西ドイツのバイエルン州で起きたローゼンハイム事件というものがありまして、ね、有名なんですけれども、うんえー、女性職員のアンネ・マリー・シュナイダーの勤務中にのみ、 この怪現象が発生したと。当時ですね、アンネがいる時ばっかりだから、アンネのいたずらだろうと考えたくなるんですけれども、徹底的な調査を行ったにもかかわらず、いたずらの証拠は見つからなかったというような、まあ、事例があるんで、では全部が全部証拠が出て、いたずらだったっていうわけではない。本当にその困っている、ポルター外相に困っている いいるる女性もいらっしゃるんで、うん、全部が全部嘘ではないよというような話なんですけれども女の子が真ん中に立っててなんかうわ物物いろいろぶっ飛ぶよとかおかしいよっていう時はもしかしたらちょっとうん、うん、ケアしてあげた方がいいんじゃない,い <laughs> カウンセラーね、うん、雇うとかねそうなんですよだからまあまあポルターガイスト現象ってのはそういうのが多いよというような、うんはい、話なんですよまあまあまあそうね、うん、要はその ポルターガイスト現象の裏にはそういう理由があるかもしれない、うんうん、あるかもしれませんよというような話なんですけれどもどうですかポルターガイスト現象あなたは家でないですかそういうの僕100%まず人を疑っちゃうから、うん、そういう現象があったら、うん、誰がやったかとか、うん、ランディ側ねいたずら誰かやってるだろうとかでやりそうなやつをこう頭に浮かべたりとかどんどんランディ側でしょランディ側私はあの超心理学者側なんで、うん、うわこれはすげえってなりますね、うん 上がるタイプでしょ宮ち、ね、上がるタイプもうだから本当に憎しみしか生まれないですよ、うん、あの何も見えなくなる周りああそれ SPK じゃん<ー>だよねってなっちゃうこれはどうメディアに言おうかみたいなそう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 なっちゃう、うん、あとあの真実から目を背けるああ<ー>、うん、女の子やってても 見ててないっていっうフリー、うん、だからこのマスコミと一緒ですよね <laughs> 私は、うん、お前がだからポルターガイストを生み出してる側ってこと確かにね手を貸してると言ってもね一ったになと言ってると言ってもまあまあ過言ではないですけれども次ですねポ、うん、ルターガイストから移りまして、うん、映画「エクソシストの曰く」っていうようなものなんですよ、うんうん エクソシスト見ましたか映画ですかあ見ました見ました映画エクソシストね面白かったですよ多ホラーは見ないんですけどやっぱんていうの当時の名作ホラーホラーって言っていいのかわかんないけどまあその辺はちゃんと見てますよオーメンとかオーメンとかそうそう悪魔のいけにえとかそうそう面白いですよね1973年に公開された映画「エクソシスト」はいわくつきの作品であるとこの「いわくつき」というのが結構他の映画と比べてもすごいんですね 映画はですね世界中で大ヒットしてしたんですけれども、うん、あの一方でですね関係者の身の回りには呪いとしか言えないような悲劇が立て続けに起きていたと。うん、うんまあ、最初に殺される映画監督を演じたジャック・マッゴーランという方はですねクランクアップ直後に事故死、うんうんで。カラス神父という方がいるんですけれども、その神父の母親役だったパシリキ・マリ・アロスもその後を追うように死亡。うん 刑事役のリー・ジェイ・コップも1976年に心臓発作で亡くなる、うん、出演者ではないけれども撮影中にはメリン神父役のマックス・フォン・シドウの兄ちゃんも亡くなっていると、うん、撮影中スタジオで原因不明の火事も発生するし、うん、本物の神父に何度もセットをお払いしてもらったんですけれども不幸の連鎖は途切れることないから、うん、これはどういうこっちゃとなってたんですねそうねうん もうなんか関係者がバタバタとなんか怒っちゃってるっねスタッフ出演者、うん、まあその身内警備員といろいろ広がっていったと、うん、これはやばいぞというような意味でまあ疑惑がついているものだったんですよエクソシストってねもうねエクソシストの呪いって言われてますからねそうなんですよ映画ので じゃあなんでこんな疑惑があるかと。うん、このエクソシストって実は実際の事件をもとに作られた作品だったからなんですね。うん。うん。1949年アメリカの首都ワシントンの郊外のメリーランド州という場所でですね、当時14歳の少年が悪魔に取り憑かれたと、うん。少年の周辺では家具が一人で動き出すなど、まあ映画みたいなね、うん、怪異現象が頻発するようになったと。ね。<で>うん 心配した母親が神父に相談。うん、悪魔払いを受けるようになったと。ね、まあ、本番もまんまですよね。で、取、えー、り付いた悪魔は協力で少年の体に謎の文字を浮かび上がらせると、ラテン語で、えー、口汚くこの神父を罵ったり、人並み外れた力で襲いかかってくるというような、うん。 まさにあの描写です声変わって怖い声になってクソくらいみたいなねそうこんなおっさんのねちっいおっさんの声出るみたいな下本お前いつもア出したら一口だけ残して帰るの全部の満開みたいなこと言ってたんですよでそのまあそれをメリーランド悪魔憑依事件と呼ばれているとああ本物の事件の方はねそうそうそうとまあ言われている で映画の脚本を担当したです、ね、ウィリアム・ピーター・ブラッディという方がまあいるんですけれども、うんえー、この方はですね、学生時代に事件に関するエクソシストの日記を入手していたと、うんうん、で20年後の映画の原作となった小説を発表するんですねうん、うん、でノンフィクションではなく小説でこれ出してるんですけれどもてて、ね、なぜかというと、まあ、あの関係者がいたからというものなんですけれども 要は気使ったんだそうそうこのエクソシストの原作の小説というものは、うん、元々のこのメリーランド悪魔憑依事件に担当していた、えー、要は神父さんの,の、うんまあ、手記、うん、日記から作られているものなんですよ、うん、だからこの関係者に不幸が相次ぐのは、うん、これはまあ当たり前の話じゃねえかというものなんですよ、うんうん、ただ、うん 真相は全然違います、うん、これは、うん、ただただエクソシストを売るためだけに監督が、うん、まあ演じたというか作ったこれ作なんですね一つの、あのー、宣伝ですかそう、うん、まあ炎上っていうんですか今のはねの炎上手法とかいうんですけれども、うん、それもうそれだったと、うん、真相を言うと、うん、映画「 エクソシストは確かに実在の事件をモデルにしているとうん。うん、それは本当だよねそうそうそう,そう、うん、メリーランド悪魔憑依事件だったのは事実なんですけれども、うん、これが本当に恐怖の事件だったかというと疑問が残るとうん いろいろ実は話があるんですね、裏話が。うん、メリーランド悪魔憑依事件、伝説ではメリーランド悪魔憑依事件は次のような経緯だったとされていると。うん、1949年1月ですね、うん、被害者の少年の家でラップ現象が発生したと。うん、それから間もなくミズーリ州に住む、えー、父方の、あのー、おばちゃんが亡くなると。うんうん、で、1949年3月、うん、少年はミズーリ州のおばちゃんの家で悪魔バいを受けると。うん、しかし、 16日に行われた最初の悪魔払いは失敗してしまった。悪魔を払うことはできなかったんですね。うん、少年は水ズ州のアレクシアン修道病院の精神病院に使用されて、そこで本格的なエクソシズムを受けるようになった、うん、で、少年に取り付いた悪魔は少年の体に謎の文字を浮かび上がらせ、ラテン語で口汚く罵しり、神父に襲いかかるなど激しく抵抗した。うん、そのまんまじゃ。まんまですよね。うん、1949年4月18日、少年が突然威厳のある声で、 悪魔は去ったと宣言したと。うん、で、悪魔バレーはここで終了したとされていると。うん。いう話なんですよ。まあ家ではなく、うん、まあ修道院で悪魔バレーをしたというような、まあ、差異、うん、少しはあるんですけれども、うんうん、少年がですね、でもでもほぼほぼ、うん、そ,うそうそうそう。そうじゃないですか、うん。で、この事件に興味を覚えたのが、マウントレーニャに滞在中だったフリーのジャーナリスト、マーク・オプサニック。 なんでですよ、うん、でこのオプサニックというのは1990年の終わり頃事件の真相を探るために近隣の住民や少年の同級生らに取材をしたと、うん、その結果ちょっとおかしな事実が明らかになったと、うん、少年とその家族は街でもあまり裕福ではない人々が住む地域に暮らしていたらしいんですね 貧乏街うん、そうそう、貧乏街、うん、結構、一角、一角って分かれてるじゃないですか、アメリカって、うんうん、でまあその貧乏街のまあ一角に住んでいたと、うん、で一家は近所づきあいあまりしなかったと、うん、で、少年は母親に溺愛されていて、わがままで意地悪なところがあったというふうに、同級生は語っていたと、性格悪かったむちゃくちゃ悪かったと、うん、で1949年1月から2月にかけて続いたという怪異現象は、少年の母親の証言が元になっているんですけれども、うん。 母親以外は誰もそれを目撃した者はいません。なるほど。要は母ちゃん以外見てないんですね。うんうん、おかしいじゃねえかと。うん、で、少年を家に泊め、怪異現象を目の当たりにしたというシュルツ牧師はですね、デ、うん、ューク大学超心理学研究所に宛てた手紙の中で、少年や家族に医師の診察を受けるように勧めているのだが、家族があちこちに行ってしまい連絡が取れないと嘆いていると。要は、うん 病気だよって言ってるんですね。診察はね。医師の診察を受けろと、精神系のね、うん。ああ、うん、そっ<う>かそっか。そう、診察を受けろと、こう思い込み、すごいよっていうふうに。牧師の見解はそうだったっとでね。そう、うんで。1949年3月から行われたエクソシズムについては、助手を務めたハロ・ラン神父が証言しているんですけれども、うん、少年の体には確かに文字が浮かんでいたが、それは少年が口紅で書いたようにしか見えないっっ。うん、うん いや血の文字がにじんでるんじゃなくて、え、これ、口紅違う赤くて文字がちゃんとあるのはあったけど、その血でできてるかっていうのは疑わしい。薄れているところもあるし、浮かび上がったというよりは上から書いた感じがしたと思う。で、少年が話したラテン語もですね、神父たちがエクソシズムでやっていたお祈りを真似したもので、別に自分から、 あの、聞いたことないようなラテン語話したなんてことはなく、神父の真似だよって。ね、聞いたことあるフレーズを言ってるだけだ、うん、そ,うそうなんです。うん、で、以上のことから、オプサニックは事件をですね、過保護の母親の元不満をため込んだ少年が学校を辞めて別の土地に行きたくて暴れただけじゃねえかっていうふうに結論付けていると。うん。うん。まあ思春期に入った子供が突如ですね、荒れた行動を取り出すのは珍しいことじゃねえじゃねえかと。まあそうだね。うん。で、うん あのうわーって暴れたらお母さんが「これは悪魔つきだわ」と私の子供がこんな暴れるわけあねえと、ね、そういう考え方が溺愛してるからこんなこれはもうそうそうもう悪魔だ悪魔だって言ってベッドにくくりつけられたとでお母さんにお祈りを聞かされたり神父が来て祈りを聞か,まあ聞かされたりすると、うん、まあまあおかしくなるよねっていうようなものなんですよ、うん、お母さんの方が怖えわ だからその神父の手記を手に入れたところで映画に呪いが発生するのはおかしいよじゃないよって病院に行きなって言ってるだけですからこの神父はねじゃあ映画の呪いの真相って何なのってうん亡くなってますよね数々の方が言ってますよね モデルとなった事件が悪魔の小せでなかった以上、じゃあ、映画にまつわる呪いも存在しませんよねということで、最初に亡くなった俳優のジャック・マッゴーラン、うんね、急死したのは本当なんですけれども、死因は事故ではないと、うん、インフルエンザ、うん、局地的に大流行しており、マッゴーランの死因もインフルエンザだったと、うん、周りどんどんなくなってたんですね。 だから、疎走呪いではなくインフルエンザですよと。で、マシリキマリアロスが亡くなったのも事実なんですけれども、彼女は、90歳です。だから、不良の死亡とかってそういうじゃなくて、普通に、老衰じゃね老衰90歳ですから。だから、こじつけだったんですね。むちゃくちゃだと。で、あの、 映画が疑惑付きとされたのは監督のフリードキンがインタビューで、撮影の遅れは悪魔のせいだと語ったことがきっかけなんだと。うん、で、それ以前からフリードキンと映画の広告の、まあ、代理店の担当者はですね、うん、あえて挿入したサブリミナル映像を撮影した覚えのない映像が映っているなどと発表して、うん、撮影中に起きた事故までも呪いだと言っては、話題作りを利用していたと。話題作りに利用していたと。だから、映画エクソシストを呪う伝説っていうのは、結局のところ、まあ、宣伝のために生まれたものなんですね。 まだだこじつけだよねそうなんですよ、まあ、まあですから、あこの「エクソシスト」という映画なんですけれども、うん、今、ものすごいね、あのなんかいろいろとリメイクとかいろいろされたりしてますけれども、うん、なんとかエディションとかで、最初の「えー、そのエクソシストは」は、うん、ものすごいいわくきだなんて言われてますけれども、実は監督が売るために宣伝として作り出したうん、うんまあわくというか、呪いだったと、うんうん、だから、あれに全然呪いなんてないし。うん 元の事件をたどってもただただ男の子が暴れて溺愛、うん、したお母さんがベッドにくくりつけて、うん、悪魔だって騒いでっていやこれ病院行った方がいいっすよって言った神父の手記日記を手に入れたっていうだけの話で、うん、母親の折巻をなんか映画化しちゃってるみたいな <laughs> あまあまあね,ね、うん、見方によってはそうなんですよ、うん、だからまああれに関してはもしかしたら ちょっと過剰な宣伝による作られたものなんじゃないかと、うん、なんかだってちょっと流行ったんですよね、うん、その手法がそ<う>あのホラー系は宣伝の方法で歌も流行りましたねうん、なんかちょこっとなんか呪いの声が入ってるんでわざと入れたりとかしたりしてますし当時は行ったんですよ、ね、映画とか忘れたけど、うん、そのさっき言った「死んだ」うん、関係者死んだっつってそれ調べてたら生きてたって話とかもあったりしますからね、うん って言って、まあ、まあ、エクソシストっていうのまあ、その呪いとか、そんなのはもう全くないみたいに言ってますけど、まあ、実際ある話で、うん、あの、イタリアとかね、うん、すごいですから、あの、50万人もの人々がエクソシストに悪魔バレーを受けているなんて話もありますし、うん、だ本当にあるはあるんですけれども、今回のこの件に関しては、ちょっと、でっち上げなのかなというような、うん、可,能う可能性が高いというようなものなんですよ。うん、で、結構、このエクソシズムっつって、その悪魔バレーをする神父さん曰く、うんうん あのやっぱりお母さんが溺愛してるっていうケースが多々あると、うん、うちの子がこんなまあ心配性のお母さんが言ってくるだろうなと思うよ、ね、そうそうこんな暴れるなんて悪魔が取り付いたに違いない、うん、うるせえくそババアうわ悪魔、うん、みたいなより悪魔感違、うん、えようるせえ <laughs> ババアてこの野郎なすごいねその水かけ論っぽい感じ、うん、飯をおいしろ飯をおいしろなんて言わないうちの子は悪魔、うんね、みたいなデーモンだわ なのをまあ子供連れて神父さんとか連れていくとそうだねうちの子は悪魔に「うるせえババァまた悪魔みたいなァァァァァァうァァ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 ァのァァ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 いァァ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 ァあァァ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 ァ え、お母さんだて言わないやいや、なんでですか言われないはっきりし、反抗したことないですよ。あ、本当。に全然。悪魔っぽいところ見せてないんだ。ないない、むちゃくちゃ仲いいっすよ。あ、そううん。じゃ全然、そういう方にはならなかった。天使。天使よ。逆に。ちんちんいつも出してるし。この子天使。天使、ちんちんいつも出してるし。それはそれでまたね、じゃ病院行きになりそうだから。いや、まあまあね。うん。まだから、そういうことが原因だから、まあまあ、あの、本当にね、ある話でも、 悪魔って言ってて、いや、違います。お母さんこれ、あの、普通に、えっと、言いづらいな、みたいな。子供の反抗期。ですよ、つって。ですよ。いや、あんたも悪魔でしょ、みたいなあるもんね。うせくそれ怖い。それ怖いわ。神父がね。神父が言ったええ、みたいな話もあるんで、まあまあ、イタリア大変らしいですよ、ものすごい。大変っすね。大変ですよ。まだだから悪魔信仰とかさ、それが、結構マジで信じられてるってことでしょ。まあね。なんか、YouTube で見ましたけど、あの、 なんかドキュメンタリーやっててね海外のドキュメンタリーで、うん、なんかあの下に字幕をつけてくれてたんですよ日本語の、うん、日本語のの日、うん、日本本でには来てないようなイタリアの番組なんですけど、うん、ドキュメンタリーで見たらお母さんこれはいや反抗期って言いたいけどどうしようかなっ,、えー、とあちょっと僕らではしょいませんので精神病院行った方がいいんじゃないですかっていう風に流すっていうような場面があって。だから その神父さん側も、うん、要はあの「いやこれただのあ<ー>分かってるんだ、うん、分かってるんですよ、うん、分かった上でただのこれは反抗期ですよって言いたいんだけれどもそんなこと言っちゃったらお母さんにわーって言われちゃうから、ね、病院へ」って言ったら、うん、お母さんも「あ これは病気なんんだだ自分のせいいじゃなってできるほどね追い込まずに病院っていうふうにいけるからやっぱ病気なんだ悪魔じゃなくて病気なんだってなるからあ垂れ回しではあるけれどもそういうふうにするというのもんか手法としてあるうあるかもね自分の教育が間違ってないっていうのを証明したくて言ってるっていうのはあるかもそれはあると思うですからまあそういうのもあるからちょっとねうん それでだだっってなんけ前エクソシスト不足だって話あったじゃないですかエクソシスト不足ですよそ一緒っすねだから日本のあの学校教師がカウンセラーですよだからほんまにすごい大変なのとそうそう親が学校から帰ってきたらすごいやさぐれてたみたいなこと言うんでしょいちいち全く同じっすわ関係ねえわ本質なんかこの前ニュースやってたのがうちの子が家帰ってきたらものすごい性格変わってたと一夜にしてね 面白いじゃんそれえっってなってでどういうことですか友達の付き合いが悪いと友達全部切ってくれっつってどうしようもないじゃないですか先生からしたらねその子を自分から見るとすごいいい子でワーキャワーキャやってすごい人に迷惑かけてるようなグループで住んでるわけじゃないといわゆる不良とかじゃないとほなこれどうしたらいいんだろうと思って切れって言われるしでちょっとお母さんが心配してるからでこういうふうに友達と遊ぶななんていうことを言ってるから ちょっと気をつけた方がいいかもねって言ったんですよ、うん、お母さんの選手だと、うん、そしたらその子がお母さんにものすごいブチギレて、うん、そうわーってケンカになってまた問題が大きくなったっていうのをドキュメンタリーでやってましたニュースで <laughs> こやすいなと思って今先生もねおお<ー>、うん、そうね先生が一番大変だなそれ注意,、うん、注意の仕方もね一つでそんな大きくなってしまうから問題がるわうん、うん、気をつけましょうというようなでもあなたも似たようなことやってたわけでしょ奥さんのうん 友人関係全部綺麗みたいな音ああでもそれはそうですね僕は全然だってその友人とは関係ないしいやいやそれとちょっと違ううんそこは結構近いと思うけどあと僕が打ったこともありますしね打った ?LINE でね LINE というかメールでね友達宛にねうちの子に近づかないでくださいうちの子に近づなもう婚姻で私に近づかないでくださいありますしだからまあまあああそうなんだ 出来合いした母親の気持ちがようわかるわ。モンスター、うん、モンスターペアレンズではないけど。そうそう,そうそう。なんで友達と遊んじゃいけないの悪魔が <laughs> 悪魔がいるぞお前の中につって。<laughs> うんうん、もう嫁さんの中に悪魔がいるとね、言ったこともまあまあありますよ。ですからまあまあ、気持ちはわかる。<ー>うん。これは出来合いって。ね、出来合いってね。出来はね、怖い。出来は溺れてるみたそうそう、溺れてるう、ね。危ないね。 気をつけましょうというようなまあまあ話ですよ,、うん、ほどほどよね。まあ、ポルターガイストと、今回エクソシストのお話です。なるほど。はい、以上です。はい、でした。たした。